松阪市立戸の町中学校は、三重県松阪市戸の町にある公立中学校。市役所や松阪城などがある、松阪市中心部に立地している。2016年5月1日現在の生徒数は12、学級376人である。1948年5月、松阪市立、西中学校、南中学校、北中学校。 東中学校を再編成、学校再配置を行った結果、久保中学校、蒲田中学校と共に、松阪市立戸の町中学校として開校した。開校した場所は、三重県立伊南高等女学校の跡地である。同年7月には、松江中学校が廃校となったため、同校の学区の一部を編入した。 1952年3月に、松尾村外二課村学校組合立委高、中学校伊勢寺文校を統合し、戸の町中学校伊勢寺文校とした。伊勢寺文校は1959年5月31日に廃止し、翌6月1日に新規開校した西部中学校に移った。1973年4月、松阪市民病院に、 市民病院分校を設置した。1985年に、校区の一部を分離し、分離した学区は、西部中学校に編入、西部中学校は、西中学校に改称した。2013年にイベントボランティア委員会は、学校に移行プロジェクトと称して、アフガニスタンの子供が学校へ通えるように書き損じ、はがきなどを集める活動を開始し、2015年に、 ボランティアスピリットアワードコミュニティ賞と、中学生からの提案、発信コンテスト最優秀賞を同時受賞した。2001年より、市内の魚井川の河原で鯉のぼりをあげる、鯉ふかしを4月中旬から5月上旬にかけて、開催している。殿町中の実行委員会と殿町、中学校畜生少年育成会の共催で、川の両岸にロープを渡して市民から寄贈された。 鯉のぼりを一斉に上げる。2016年に上げられた鯉のぼりの数は128匹。また上げる前にゴミ拾いを行う。a b 三十県教育委員会、33ページ、ABCD 松阪市市編纂委員会編25、252ページ、松阪市市編纂委員会編25、252から253ページ、松阪市市編纂委員会編、221。 252から253ページ、施設カルテ、中学校、校舎、松阪市。2016年11月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年11月19日閲覧。集めて、国際協力参加校、三重県松阪市立殿町中学校イベント、ボランティア委員会が2つの賞を受賞されました。ケアインターナショナルジャパン。 2016年11月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年11月19日閲覧。ABC 小学校区一覧。松阪市教育委員会事務局学校支援課。2016年10月14日閲覧。ABCD 中学校区一覧。松阪市教育委員会事務局学校支援課。2016年10月14日閲覧。 ABCD 恋のぼり松坂の河川時期に128体毎日新聞2016年11月19日時点のオリジナルよりアーカイブ2016年11月19日閲覧 ABC 恋深し85匹大空遊泳松坂の中学生ら朝日新聞2007年4月12日付長官見えば27ページありがとうございます